はい、こんにちは、レトスノーノです。9月29日の3本に入る前に、本日は1回の模試の点数だけでは実力は測れないということをお伝えいたします。1回模試を受けて40点取れたからといって大丈夫だと安心するのは危険です。たまたま勉強した部分がその模試に多く含まれていただけかもしれませんし、また模試の難易度が優しいのかもしれません。なので1回の模試ではなくて、少なくとも6回分、まあ、市販の模試であれば1冊、模試1冊で3回分ありますので、まあ、模試2冊分ぐらいですね。それぐらい行って、その平均で考えるのがいいでしょう。まだ模試を行う時間ありますので、引き続き模試を行いながら復習を行って弱点を克服していきましょう。そして少なくても復習して選択肢ベースで8割ぐらいですね。模試1回分で50問、選択肢で考えると200選択肢あります。その中の8割なので160選択肢はしっかり解けるようにしておきましょう。まあ、40選択肢はまあ解けなかったりしても、全然構いません。しっかり選択肢ベースで8割を頭に入れるってことをやっていけば点数は伸びてきます。ただ丸暗記ではなくて基礎的な部分ですね、そこをちゃんと理解するってところがすごく重要になります。そうしないと、後でもお伝えするんですけども、引っ掛け問題に引っかかったりとか、応用問題になると解けなかったりするんですね。これっていうのは基礎的な部分が頭に入っていない、基礎的な部分が理解できていない証拠なので、もしそうだとするのであれば、そこを中心に理解をする学習をしていかないと、復習をして模試の点数が上がったとしても、真の実力はついていないことになるので、その点は注意しましょう。そして弊社の模試はあと1日で値上げとなります。現状、引っ掛け問題に引っかかる、応用問題になると解けない、基本的な部分が理解できていないという方にはおすすめです。基本的な部分をしっかり理解することができれば、引っ掛け問題にも応用問題にも対応できる実力がつきます。そうすると、残り1ヶ月を切った今からでも、最後に一気に実力を上げることも可能です。残りの期間を無駄にせず、逆転合格をしましょう。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。そちらからお申し込みいただけますので、1年に1回の宅建試験、悔いのないようにできる限りのことをやっていきましょう。それでは本日の3問に入ります。相続人 B が被相続人 A の死亡の前に、A および他の相続人 C に対して直接書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ×ですね。遺留分の放棄っていうのは、相続開始前の場合は裁判所の許可が必要なんですね。一方で、相続開始後に遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。で、今回、死亡前って書いてありますね。被相続人 A の死亡前ってことなので、相続開始前の話だから、単に書面で遺留分を放棄する旨の意思表示をしたとしても、これは有効ではないんですね。きちんと裁判所の許可、これを受ける必要があるということです。よって誤りです。きっちり相続開始前、後の違いについては覚えておきましょう。で、遺留分、これについてそもそもイメージついてますでしょうか？イメージついてない方は、この遺留分ちゃんと勉強しておきましょう。また、遺留分侵害額請求、これも合わせて一緒に理解しておきましょう。個別指導の受講者さんについては、理解するための動画解説ご用意させていただいてますので、受講者専用のメルマガから動画ご確認ください。で、問いにですね。宅地建物取引業者は、不正の手段により、法第3条第1項の免許を受けたことを理由に、免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる、丸か×かという問題です。答えは、これ丸ですね。これは営業保証金を供託する意味から考えれば簡単にわかります。つまり、弊社の学習方針である理解学習をすれば答えを導けるということなんですね。どういうことかっていうと、そもそも営業保証金っていうのは、取引相手、お客様ですね。お客様に損害を与えてしまって、賠償金などを支払えない時のために預けておくお金です。もし、宅建業者が、取引相手に対して、200万円の損害を与えてしまったと。で、その時に、宅建業者はお金を持っていればいいんですけども、お金がない可能性もやっぱあるんですよね。そうなってくると、お金ないから払えませんだと、お客さん困るわけですよ。
そのために営業保証金を預けているんですね。つまり免許取り消しになれば、もう業務を行いませんので、今後取引することはないですよね。したがって不正手段によって免許を受けたから免許取り消しになったとしても、預けていた営業保証金っていうのはもう預けておく意味がないから取り戻しができるんだっていうことなんですね。これも理由付けです。なんで悪いことして免許取り消しになったのに営業保証金を取り戻すことができるのか。この理由付けが今言った内容なんですよね。あくまでも営業保証金っていうのは損害賠償金などを払えない時に備えて営業保証金を預けておくだけなので、免許取り消しになったっていうのであればもう預けておく意味ないから取り戻しができるということですね。まあ、きちんと理解しながら学習をしていきましょう。理解学習こそ合格への近道です。では問3です。市街化区域とは〇〇区域およびおおむね〇〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは市街化を〇〇する区域である。この〇〇の部分ですね、括弧の中の文言を答えましょう。実際こういった穴埋め問題ないんですけども、こういったところはもう品質なのでもう頭に入れておきましょう。で、答えは市街化区域とはすでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは市街化を抑制する区域です。注意が必要なのは以下の2点です。市街化調整区域は市街化を禁止する区域じゃないよということですね。禁止ではない、あくまでも抑制するんだって話です。これどういう違いがあるかっていうと、禁止ってなってくるともう市街化絶対しちゃダメだって話なんです。一方で抑制っていうのは市街化をあくまでも抑えるっていう目的なので、絶対ダメというわけではないんですね。そういった違いがあるんですよ。で、もう一つが、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域っていうのは市街化調整区域ではありませんよって話です。この10年以内に市街化を図るべき区域は調整区域ではなくて市街化区域にあたりますね。ここの部分は市街化区域にあたります。この点を注意しておきましょう。これくらいはもう頭に入れておいた方がいいです。そして市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます。個別指導では別分野で理解をしながら答えを導けるように、市街化区域と市街化調整区域について上記先ほどの解説以外の別角度から学習してもらっています。そうすれば忘れても答えを導けるようになりますので、個別指導の受講者さん以外の無料のメールマガの読者さんもそういった勉強をぜひやっていきましょう。そして初めにもお伝えをした通り、予想模試の値上げまであと1日となりました。本日の3問でもお伝えした通り、理解をすれば引っ掛け問題に引っかからなくなるんですよね。なので、そういった理解というものをできるだけたくさん頭に入れていくっていうのが合格への近道になります。この本日の3問では、その理解学習についてはほんの一部しかお伝えしておりません。なので本日の3問だけ全て理解をしたと言っても、なかなかそれだけでは合格する実力はつかないんですね。なので、いろんな部分で理解学習をしたいというのであれば、今販売している予想模試をぜひご活用ください。残り1ヶ月を切った今から逆転合格を果たしましょう。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。